君の冠の力でダーシャさんは止められたけど、まだ戦争は完全に収まっていないに気をつけて進まないと。お前たち、危険だから早くここから立ち去れ。魔王城から来た魔物だけじゃなく、しばらく停止していた魔王国領の魔王たちもまた進軍を開始したんだ。おい、俺たちも急いで前線に向かうぞ。ダーシャさんの命令で進軍していた魔王たちがまた？あ、暴君の冠がマルクさんに破壊されたから？それでダーシャさんにかけた魔道具の支配が解けて、また大魔王の影響下に。大丈夫ですか？しっかりしてください。ダメだ、完全に意識を失ってる。手当てをするにもここだと危ないから、どこか安全な場所に。それでなんだい？
今日君たちが来ることは分かっていたけど、代表の理由までは売らなきゃいけないよ。実は大魔王アーサーを封印するために三賢者の子孫を探しているんです。大魔王アーサー、聞いたことないな。
仲間でしょ。
イザルクさんが早く目覚めかけてるの。デンベイさんが砂漠で魔王や魔物を倒してたのが影響してるかも。デンベイさんも知らないうちに魂をイザルクさんに吸収させていたのかもしれない。そういうことでござったか。ならば善は急げでござる。幸いここは戦場、魔物は山ほどいるでござるからな。私はここでお留守番してるね。占い師さん、せっかくだし、もう一回いろいろお話聞かせて。構わないよ、私もその古文書には興味津々だから。やったー。あ、みんな気をつけて行ってきてね。固まっていても効率は良くなさそうでござるな。あまり離れすぎないように注意しつつ、手分けして戦うというのはどうでござろう。決まりでござるな。では。変換システムのことを知って、そういえば君たちはマルクに対して前の世界という話もしていた。君たちは全部説明しちゃった。うん、君がいいというのなら。それじゃあ前の世界のことも含めて。Thank you.
継者を探そうというのは面白いことではない。私がいるのも自分たちで考え行動に移した。もっとも発見につながる手がかりはまだ何もないと。いや、情報がもっとあれば占いの精度を上げることはできるんじゃないか。私からも情報を提供しよう。伝説の三賢者についてだ。伝説の三賢者、待ってました。それはどんな情報なんだい？まずは私の知る限りの情報。私の認識では、古代錬金術文明において大魔王アーサーを封印する準備は、しかしマルクの話によると、その封印は使われる。示す前の世界とやらの記憶を見る限り、この事実はおそらくどちらの世界でも同じ結果だったと思われる。だとしたら、封印の準備をしていた三賢者は、アンサー封印のために用意した魔力をそれぞれの故郷に隠した可能性が高い。万一再びアンサーが目覚めた時のため、自分の子孫が封印の力を使えるよう保険をかけておくと聞いていたからね。聞いていた？誰に？三賢者本人さ。まあその時は封印に失敗するとは思ってなかっただろうけどもね。私もアンサーの開発チームに加わっていた時期が少しだけあった。彼とはその後、巨大ゴーレムを共同開発するほどの仲になったのだ。ちなみに死んだら、腕輪に魂を移動させようと誓い合った。驚いた。それで大魔王の危険性を早い段階から知っていたのか。そういうことだね。もっとも私の興味は途中で違う分野に移ってしまったから、ともかくこの情報は友人キオール本人から聴取した。さらに彼は子孫の中に邪悪なものが現れる可能性も見越して、大和な人間にしか封印、もし指定した波長の魔力を持たないといない封印に引き出そうとすると、大地が呪われると。大地が呪われるってすごいこと言うわね。ああ、運命を操ってこの地に最悪を招くでしょう。火災、地震、なおかつ危機、熱狂。どっちが大魔王かわからないわ。まとめるけど、大魔王封印のために用意された魔力は三賢者の故郷にあるってことでいいのかな。ああ、そのはずさ。故郷ならば魔力どころか子孫。すごいじゃない。さすがにそれは楽観的だと思うよ。で、どこだろ？三賢者の故郷って。三賢者の故郷は今の地図で言うところ、メルキョールは王国北東、つまり今のモンド村あたりで、研究所もそこに作っていない。滅びの村出身の人間に限定するなら、調査対象は少なくて済みそうだね。三賢者の子孫で、さらに指定された魔力の波長を継承しているという条件。つまり後継者かどうかは私が調べられる。血、汗、髪の毛のどれかを入手すれば、私の研究室で検査できるはずだ。ああ、人が少ない村なら直接髪の毛を採取しに行った方が見つかるかも。といってもまだ子孫が村に残っているとは限らないわけだろ。そうでござるな。旅立ってしまっておるかもしれぬし、占いと結婚してれば、もっと早いか。滅びの村の出身者、誰か思いつく？ノエルさん。ああ、そっか、彼女がそうだったね。ノエ
ちが宝刀王子と一緒に旅へとか。いいよ。じゃあケーキ好きにまずエルジョンを占ってみよう。気長にやるしかないとはいえ、時間は有限。早々に当たりが出ればよいのでござる。してるね。